織姫が、あのひ彦。織姫が、最初は取り合いされるっていう。話だったんだよね。<laughs> 彦星。彦星だともう一人。ああ昨日、ニュースで見てたらさ。うん、織姫と彦星の関係を。ちゃんと知ってる人が、なかなかいないっていう。りしたえ、どういうこと。織姫と彦星。あの。 恋人だと思ってる人が多くて違うあの人たち夫婦だよああ<ー> <laughs> <laughs> もう結婚してんだぜまああんまりな、うん、あえっ、ー、と映像の方う配信開してはーいああ知らない人多いんだと思ってそうよね物語だと向こうだっとたこたやっぱくっついてる人ってあんまりいないなと思ってううくっついてる もう話が始まってあの中盤ってもうすでにくっついてるっていうのなかなかないかなあーないね,ねない <laughs> 物語で恋人って言ってるのあるもんね恋人ほぼ恋人だよね,ね結婚がゴールだよね、うん、ところがだからその印象なのかあんまり織姫と彦星が結婚してる事実を知らない人が多いっていう お腹減ってきたおいつもと違う視点<え>いつもと違う視点ですイエーイねえ映 <laughs> ってるよどこだっあ,あそこかえクルリーモッチ買いましたああ <laughs> 箱が色あせてるので未使用でもあのジャンクで売られててへえ<ー>。っちゃってた感じかな それだけで2000円以下になってたからやすいそれを買っちゃうなあそれほ買いやろあ<っ>どうしたのうちの商品も日当たりしてるやばいよやばい <laughs> やばい今気づいた日焼けは何気にあれだよダメージ大きいわダメだよ <laughs> やばい箱がもう,ダメだう終わったらベールしよう 重ねて置いとくとくっきり綺麗に箱型に重ねて置いてある <laughs> や,<ぱ>やばい <laughs> もち食べたいもちもち今ここで用意できそうだもちってわらびもちぐらいしかないしねわらびもち食いたい <laughs> わらびもちはそんなに好きじゃないんだよね嘘私きなこが好きじゃないんですいいじゃ,じゃきなこじゃないくすればいいじゃん きなこじゃなくするです。好きな子つけないで、た、そのまま食うよ。ね、黒蜜みたいな。黒蜜もあんまり好きじゃないんです。な、うん何もつけずに食べたりする。くず餅とかだったら、そのままだったら別に。トゥルンっていう。あ,あ、あんまり甘いのが好きじゃないです。で、そのまま食えばいい。<笑><笑>砂糖とか多くしてこう、そのまま食えばいい。だから、どっちかってさ。きな粉って砂糖と大豆の粉を合わせたのが、うん、きな粉、ね。うん、もこもこ。 もうもうする口の中うちのお母さんがめっちゃ好きでさあのもう振り感がダメなんですよんもふってなる口の中がもふってなるのとなんかあのはいそうじゃ始めますはいまあわかるけどうんだからあのわかるわかるあとおはぎもあんまり好きじゃんだから米は醤油につけ よろずや、ラジオステーセー必殺新するくらいなら、自分の足で走って、あんたたちにお金なんか落としてあげないんだからねダッシュよろずやっす、どうもえ。今度は休みがなくなった小林綾乃です。来日 です懐かしい私はエンジェルもあれですよえっとなんだっけエンジェルの敵役のザ・ハーツも好きでしたよ私全然知らないんですけどなんだよあのなんかちょっと言いたくなっただけライディーンって変身するときに全裸で発行するんだって今なんかそのダッシュっていうの聞いたらライディーンって言いたくなっただけなんダッシュとライディーンってつながらないなんかちょっと言いたくなっただけなんではいそれだけですすいません今回のお題はバスですはいバスはでダッシュえ、だから 遅延するぐららいだったら<ー>自分の足で行ってあのバス会社にお金なんか落としてあげないんだからねって言ってダッシュをするっていう必殺技です必殺技ねはいバ<ス>本日つかみの必殺技という私の,あのお題だったのでバスバスでバスああまあうんそうそうねバスねバスでであの台本に書いてある「レッツチャレンジ」は言わないの あ、あ負けるからやらない。いやいやい,や言います言います。じゃあどうぞテフテフからのお題です。はい。三二一九。バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発。やったー。たやった。やった。私あのー、バスガス爆発ブスバスガイドの本嫌いな。ああ。そっちの本がダメでこれ来たときああこれ来たと思った。ブスバスガイド言わなくてよかった。でもあれやなあのー。 ね。番組的にはここ間違えたかもしれない。それでは、よろずやラジオステー開幕です。 わらび餅そのままでも美味しいってマロンクリームって書いてあるマロンクリームの作り方書いてない <laughs> マロンクリームはどっ,ど,どっかで見ろよっていうあれじゃないあ<ー>見てくださいこれアルファさんのこのマイクがパワーアップしてますもっこもこですよもっこもこです 会うのはもっとこうこうじゃうわっこれ頭でこれがこうあっ顔っていうあ<ー> <laughs> あ見えなくもないああそういうアフロの司会者っていなかった司会者 <laughs> キャラクターかもしれないけど <laughs> キャラクターなんじゃねえかな、ね、多分現実にそんな人はいないと思うんだけどタ <coughs> モさんがアフロだった ぺっぺっぺ。美味<ー>しいらしいですよ、そのままでも。うん、私黒蜜だけかけて食べます。すはい。はーい。こっちは大丈夫ですよ。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。 今計算中 <laughs> 現在計算中いやほらあのあの騙だますね値段計算中いやだから <laughs> あの Now えっとほら税込みの値段で出してあげないとわかりづらいかなと思って <laughs> だから税,理税込みでいくらかっていうのを計算してたあ大丈夫です OK です OK ですりありがとうございます ペテンザチョー小林 <laughs> みんな、元気愛と勇気と笑顔と、あとなんかいろいろエンジェルホワイトだよ今日はみんなにお知らせがってきたんだあれまたスーパーミラクルエンターテイメント戦士…やなんだ、あれスーパー <laughs> <laughs> あなんだってスーパー,ー,パーミラクルエンターテインメント戦士<あ>ハッピーエンジェルは 今日で最終回を迎えるんだ。ハッピーなんだ。今までありがとうね。エンジェルホワゃんこれからも悪の組織と戦い続けていくよ打ち切りそんなわけないじゃない。さあ、今日も張り切って、値段当てちゃうぞ。どどめ色どこいったのどどめ色は、あの、打ち切りによりちょっと。<laughs> 打ち切りなんじゃねえか。打ち切りにより。あの、なんてら仮面様的なんのはどうしたのあいつも星に帰った。 ごめんあの世界観が全く見えてこない <laughs> あいつも星に帰ったでこいつも星に帰るからエンジェルホワイトもう終了エンジェルエンジェル,エンジェルホワイトエンジェルホワイト今日はエンジェルホワイトだよあ,あよろしくねはいじゃあ無視していきましょうかね<え>はいそれでは今回の品物はこちらどんはいおご飯で美味しいパン作り米パン あのー、最近この間結構最近に5パンっていうの流行ったじゃないですか5パンあのお米でパンが作れますよっていうやつありましたねれ売,り売れすぎて市場からなくなったりとかしたりとかしてうんしましたねで結構高いじゃないですかあれ高いですねなんとこの米パン、はい、同じようにお米でパンが作れるキットなんですけれども おーへへおもちゃ値段でおもちゃ値段でご飯が食べご飯でパンが作れるっていうへーうんまん行かないんですよ。 ここに作り方が書いてありますね。ね、はい、簡単ご飯を作ったパンが作れる、作れるベーカリーキットです。はい、炊いたご飯をベースに、えー、強力粉や卵、砂糖などの材料を加えると、うん、もちもちした美味しいパンが作れます。うん、レシピは20種類で、おはぎやご飯、カップケー、ご飯カップケーキなどのスイーツのレシピも入っています。材料を入れてハンドルを回すことで、簡単に通常のパン生地を作ることができます。スケッパーや軽量カップ、の脂肪など、パン作りに必要な道具がセットになってます。えー、す,すげえ、もう、これもう、だって、パン、パン作りキットじゃん。 そう,そうそう、パン作りキット。普通のパン作りキットもあるんだけど、うん、あの米パン流行ったしね。あのー、日本人だし。うん お米を使ってね,ねお米を使ってね,ってねいいんじゃないかほら小麦粉高いしね、うん、っていうのでちょっと米パンいいなと思ってこれはおすすめしたいと思ってた商品です,すいこ,こ,この間言ってたあのロールケーキなんかもこれでご飯でもちもちワッフルロールなんていうのも作れるらしいですへい。お米ってとこがいいよねお米ってとこがいいよね、うん、簡単に作れるそうご飯でリングとかねねただ あれだ形作ってオーブンで焼いたら出来上がりなん。すごいこれ。生地ができちゃうから別にどんな形にするのも自由だし、まあピカチュウ作ってもらってもうさぎ作ってもらってもドラえもん作ってもらってもいいわけですよ。ね。しかも炊いたご飯でいいんじゃん。そう炊いたご飯でいいんですよ。すごいこれ。すごい。すごい。最近のおもちゃすごい。最近のおもちゃすごい,い本当にすごい。すごい。びっくり。あのね、楽しくなりますよ。おもちゃ、ね、おもちゃ売り場っていうかおもちゃのあの卸のあのウェブサイトとか見てるともう楽しくて止まらなくなりますから。ね、ぜひ。 ペテン楽しいです <laughs> やっと楽しくなってきたらいいですでいや下調べしてる時が一番楽しいです <laughs> 下調べしてる時があこれ欲しいなとかでもいい、ね、あのお財布と相談しなきゃいけないそこはきついんですけどはいそんなご飯で美味しいパン作り米パンを、はいえー、プレゼンしますはいはい。えーとお金がですねお金値段値段値段うん。 2,310円より税込みね、はいうん、上か下かドンじゃあいきまーす上嘘すごいでしょすごいでしょいくらだと思う <laughs> え嘘1900円くらい 1980円で,同期で売ってたのこれあの私が見つけたサイトでは2680円で全然上下がなかったんですよ。でもう定価で2680円で売っててこれは高すぎるから私はプレゼンできないと思ったの、うん、あまりに。 リスクが高すぎて <laughs> そしたらドンキでそしたらドンキで1キュッパで売ってておこれ買いじゃねえかと思って<そ>でもあか、まあ、負けないとかって,ていうかこれうちには置いておけあれみたいなこれあえて <laughs> でも欲しいみたいな感じになってますなのにくるりんもっちーは買ったっていうねえー、えー、だからみんなでさすごいみんなでこれ買わね <laughs> すごいねドンキ行こうぜ新橋のドンキで見つけました <laughs> これ聞いた人は先に買わないとこれいやでも平置き平積みされてたからまだ大丈夫あ<ー>また私キャラクター忘れてた <laughs> さようなら打ち切りなのにもうえっと私の勝ちー、ね、今回負けたんでええいえほいと現小林でしたー5分30これよくね

オーブンです。焼けばいいんじゃね。そうそうだからちっちゃいだからパン焼けるあの性能低いやつでも大丈夫。大丈夫大丈夫。丈夫すごいねこれね。最近のオムチェス。スキャッパーですよだから。ああ<ー>。みんなが練習してる最中一生懸命作っとこうか。手手手作りでやった。やった。手 <laughs> えでもさっきあのあれですよシロさんは。 テフテフにお餅の本も作っといてもらって公園で売るって言ってました、ね。<laughs> テフテフ手作りお餅だよっつって。<laughs> <う>でもそれはなんかいろいろダメだと思うんだ。食品売るとか、ねだね、お持ち帰りしてもらうとかも絶対問題が出るし。そうだね。あの <laughs> 劇場で食べれないのにそこで食物を売る意味がわからないよね。ね。何も関係ないしね。何も関係ないよね。ね本当に何にも関係ない。<laughs>

ありました。このコーナーはコンビニで女性店員さんの胸を見ている変態白いじるコーナーですもちろんクイズですよ制限時間は各5秒おっぱいね夢が詰まってるんだぜ答えてくださいねボインボイン今回は酸っぱいお菓子を一気に食していただくよ夢を見て何が悪いんですかおっぱいを見ちゃいけないなんて法律はない私が書いたわけじゃないからおっぱいはい今回のお題は飲み物罰ゲームドリンクのお味を思い出しやがれやだよ第1問はい フレンドパーク形式ですはい「ハ鳩麦玄米月味噌」の CM でおなじみ16茶、はいはい、何度か材料の改良をして発売していますあそうなんだそれでは2011年7月現在の16茶の成分をさっきの3つ以外で3つ答えてください制限時間内にいくつ言っても OK です「ドクダミ緑茶プー,アール」 あれもう,もうダメなんじゃないかな <laughs> あれ嘘えドクダミ緑茶プーアール宗犬美茶宗犬 <laughs> 美茶が何でブレンドされてるかって言ってるんだけど <laughs> はいあのじゃあね答えねはいあのー、大麦か、はい、ぶ茶、はい、黒豆、はい 発芽大麦、ビワの葉、とうもろこし、柿の葉、昆布、甘茶鶴、グアバ、えー、クワの葉、アワ、キビ、ヒエでできております。えー、さらにさっきの歌の続き、ドクダミ、緑茶じゃなくてハブ茶だから。ハブ茶かハブ茶プーアールのドクダミとプーアールは全、現在使われておりません。ご了承ください。これ来たよ、このテレビ見てない感じね。2> <laughs> 第2問、いや、今、歌われてないよ。マジでうん。マジで歌われてないよ CG の

あれコカインじゃやばいじゃないですかコカ普通に考えてコカインはコカインコカの木の葉っぱです最初のコカ・コーラの材料ですコカの木っていうのがあるんだでもねコカインなんだって麻薬麻酔薬で有名なコカインの材料ででもコカインはもうコカの葉からあのなんだ 発生してて作らられてるものだだから材料とは言えませんでブーだとあーなるほどねあ成分としては弱めなんですってでもだから大丈夫なんですよなんかそうそう、うん、そなんかそんなのネットで見たでも現在はコーラには入ってませんえーそうなんですか <laughs> やばいでしょだって今入ってた <laughs> そうですよねいろいろやばいでしょ第3問「はい世界三大紅茶ウバキーマン」最後の一つは何でしょうえー、これ知ってるえっとだだ ダージリン。あ、遅かった。だダージリンです。そうえ、おい。遅かった。ちょっと。ちょっと。紅茶の中でも特に香りを重視。されるそうで甘い匂いが特徴です。飲み方はストレートが向いているそうです。そうですね。ストレートがいいと思います。すね、美味しいと思います。あの、ちなみにミルクティーに一番合うのはアッサムです。アッサム。アッサム,アッサム。ロイヤルミルクティーに使われているのも、だいたいアッサムです。 はいお水に関する問題だよ一言に水といっても成分によっていろいろな種類があります、うん、では日本の水は硬水軟水軟水 はい当たり水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの成分高度が低いお水で、うんえー、コーヒーやお茶などに適しています関東の一部の地域や沖縄では香水もあるそうですが水道水は高度を下げる処理をして供給されているそうです、うん、ちなみに外国産のミネラルウォーターに多い香水、うん、コントレックスとかね、うん、あれまずいんだよねまずいね飲み慣れない人はお腹が緩くなることもあるそうなので要注意私はなったことないお腹はなったことないけど <laughs> まずいって思った <laughs> まずいねなんかまずいよねなんかキーホルダーついてて可愛いから買おうと思ってあのハートのさちょっと女性が好みそうなあ,<ー>あのねパッケージじゃないですかお。 これ普段水なんか買わないのにちょっと血迷うって水買ったらすげえまずかったっていう悲しい話でしたまずいよねはい第五問、はい、丸バツ問題だよ、はい、私たちの身近にある自動販売機最先端のものは機械がお客さんの年齢や性別などを推測しおすすめのドリンクをセレクトしてくれます何それ見たことないそんな自販機が一番最初に開発されたのは1960年代の日本である丸かバツか丸だったら夢がある 意外と歴史は古くて紀元前の古代エジプトにあったものが最初と言われていますえすごいこっちのがエジプトさすがだねコインを入れるとてこの原理でその重さで受け皿が傾き水が出るという仕組みですそこで売られていたのはの水というう水だったそです夢ない第6問ゲーム「ファイナルファンタジー」シリーズに出てくるアイテムで実際に販売された飲み物がありましてそれは何でしょう白さには簡単かな ポーションゲームでは体力を回復するアイテムです味の方はまあめっちゃまずかった思い出があるんだけどこれ私たち一緒に飲んだよね飲んだ飲んだ <laughs> デザインは美し,美しかったですあっきだったねこれね、うん、あの私たちこれ飲んだのね、うん、あの研修生の頃の,、ね、あの舞台発表の時で,でして本番中に<う>しかもうちの,あの演出のイグマがコンビニで土地狂って買ってきたわけですよでみんなで飲もうぜっていう話になって ポーシショョンンだポーズのみんなしようぜってやって,こうみんなで開けて飲んだらふんってなってこれ MB は上がるかもしんないけど体力は上がんねえなっていう話になりますそうですねはいそれでは白チ先生を呼んでみよう白チ先生今日はエンジェルホワイトがこう耐えちゃうよ <laughs> こう耐えちゃうんですねなんか違うこと言おうとした、はい、エンジェルホワイトがじゃあ一番好きな飲み物を教えてくださいもちろん普通じゃないよねエンジェルホワイトが一番好きな飲み物は コーラがいいな <laughs> 普通 <laughs> だって飲み物、飲み物でしょもう次いってください <laughs> 普通普通だよだってコーラ普通じゃん普通じゃないよねって言われるあつまんねーつまんねーはいつまんねえつーつまんねえー次はお話コーナーだよは <laughs> <laughs> い7分普通だな コーラしか思いつかなかったさっきコーラ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 別だからあーあそこから変わるのかなとか思ったコースから変わらなかったねコーコーみたいなじゃあ4つねはい私も1個食べたいべるっていうか喉がねガラガラですいえあのあれそのあの安い 喉を休める時間がない四、うん、<laughs> つ四つ,つか、はい、5個でいいようまじゃあこ個にしよう梅は、ね、いいの <laughs> なんでいやで梅はいいかないいよ知らんよどうなっても知らないからねおいしい,い<や> <laughs> 次はクリーしてみまーすはいーい,はーい <laughs> た私あの会社でクーラーががん当たりするとこにいるから喉が枯れるそれで喉も枯れる, <laughs> <す>るそうそれで喉が枯れる <laughs> クーラーがん当たりよくないですよ本当に。